松林園は、奈良時代、とりわけ、商務庁に活用された、平城宮に付属した、離宮を伴った園地。松林宮、松林、北松林とも呼ばれていた。人気6年から天平17年まで7回にわたり、俗に本気に参見しており、天皇が、宮人と共に3月3日の極水の園や5月5日の、記者などの年中行事を行った場所である。 仁紀六年三月、天皇が松林園におわしまして、軍心を宴げされた。諸子、合わせて、長州市の左官以上を御在所に招き入れた。物を賜うこと、身分に応じてであった。同年五月、天皇が松林におわしまして、王心の御以上を宴げされた。六を与えること、身分に応じてであった。また、木笹具へる人等には、遺品を問わず、 文を与えた天平二年、天皇が松林宮におわしまして五位以上を宴された。文章生らを引き連れて、曲水を、不和させた。足着ぬ布をたまうこと、身分に応じてであった。天平七年五月、天皇が北の松林におわしまして、汽車を見す。日東めぐるしと等の人と、等楽や白木楽を演奏し、牢ヤりを行った。 五位以上に六を賜うこと、身分に応じてであった。天平十年正月、皇帝は松林に行行された。縁を文部の官の左官以上に賜い、六を与えること、身分に応じてであった。天平十六年二月、天皇は安住公に行行して、松林を遊覧された。くだらの子に騎士士の人々らがくだら学を演奏した。御琴乗りして、部く くだら王女天に十四位下を授けた。十五位上のくだらの子二騎士児教、十五位下のくだらの子二騎士公中、くだらの子二騎士全福に、聖五位下を与えた。天平十七年五月、地震があった。天皇が自ら松林の総林に赴いて、売住していた人等にもみを賜うこと、身分に応じてであった。北松林とあるところから、平城宮の北にあったと推定され、 また、極水の縁を行った場所として、庭園の施設を有し、天平17年の記述から、倉庫群も建てられていることがわかる。平城宮、木管一の77号に、松原草女三夫とある、松原も松林園である可能性がある。公認13年3月28日、大城官布書院の天平神後2年2月20日直所に、見える。 松原層も松林園の倉庫であるとも考えられる。この松林園の遺跡は、柏原考古学研究所の調査により、平城宮の北にある築地痕跡を伴う区画が否定されている。その規模は、現状の地形と築地痕跡から南北1キロメートル以上、東西5 0 0メートル以上の南北に長い不整形の区画で、内部の中央に、 南北220メートル、東西200メートルの方形の内角があったと推定されている。発掘調査は西面外角の築地や南面外角の築地の部分的に行われており、外角の築地は規定幅2.4メートルで瓦吹きであったことが確認されている。築地基部の外側には幅90センチメートルの犬走りがあった。さらに南西隅の部分発掘で、 西メンツ記が鍵の手に曲がっており、南メンツ記の縁を越して、平城宮に向けて伸びていることがわかり、このことで松林縁が平常宮と連続した施設であったことが推測される。出土した河原も平常宮の河原の変年でいう第2期に当たり、初期の年代と矛盾していない。中国の都の城の宮城の延地に倣った施設とする説がある。 国技の落葉城の花林園、等の長安城の西内園など、園地は宮城の北に設置することが多く、飛鳥清見原の宮には、白西木公園があり、藤原宮も出土されている木館から、宮の北に園地が存在したことが分かっている。ありがとうございます。